アイテム番号 SCP-73JP。 オブジェクトクラスユークリッド、セーフ。特別収容プロトコル。 SCP-73JP は厚さ 30cm 以上の鉄筋コンクリートで構築された。容積 8m、 6m、 1.5m の収容水槽内に収容してください。収容水槽は常時2人以上で監視を行い、 SCP-73JP への実験以外で肉類の投下が行われないようにしてください。SCP-73JP の溢れなど、収容プロトコル違反が生じた場合は、サイト8173の SCP-73JP 収容水槽を包囲する終了装置を起動させてください。収容水槽は常時厚さ 2cm 以上の鋼鉄板で覆ってください。SCP-73JP 収容水槽を構成するコンクリートに亀裂が生じた場合は、一時的に SCP-73JP を厚さ 3cm 以上の鋼鉄製容器に移動させ、亀裂の修復を行ってください。SCP-73JP を用いての実験を行う場合は、レベル3以上の職員の許可を得て、最低限の数の SCP-73JP を金属製のトングで回収してから行ってください。実験に用いた SCP-73JP は煮沸、あるいはマイクロウェーブによる加熱を行い、完全に処分してください。SCP-73JP 全個体への直接的な実験は認められていません。説明。SCP-73JP は、地方に存在していた1周30メートルほどの池に生息するザリガニの一種です。SCP-73JP はアメリカザリガニによく似ていますが、遺伝子調査の結果、アメリカザリガニと約 2% 程度、遺伝子に差異が見受けられます。SCP-73JP の特異性は、その異常な食欲と成長、増殖速度にあります。SCP-73JP の近くにタンパク質で構成された物体が現れた場合、最高、メートル毎秒の速度で飛びかかり、ハサミを使って捕食を開始します。食事速度は一般的なザリガニの倍で、自身と同じ重量のタンパク源を5秒程度で完食します。通常 SCP-73JP は共食いにより、繁殖と成長を繰り返していますが、SCP-73JP 内にタンパク質で構成された物体、犠牲者として、が侵入すると、一斉に群がって捕食します。犠牲者が SCP-73JP によって捕食された後、SCP-73JP の総重量は犠牲者の重量分増加しています。隔離実験の繰り返しにより、SCP-73JP の典型的な生涯について解明することができました。SCP-73JP は、以下4つの段階を経て生涯を過ごします。SCP-73JP 栄期、卵期。未孵化の卵の状態を指します。栄期の SCP-73JP は安定していますが、母体からの刺激や産卵により急速な成長を開始します。産卵後、10秒以内で SCP-73JP-A は SCP-73JP-B へと移行します。SCP-73JP-B 期、地期。孵化直後から体長10ミリメートルまでの状態を指します。SCP-73JP-B となった個体は、最初に自身を包んでいた卵殻を食事した後、他の生物といったタンパク源を摂取して成長します。多くの場合、タンパク源となるのは母体。あるいは同時に産卵された SCP-73JP-B の個体です。SCP-73JP-C 期、成長期。体長10ミリメートルから15センチメートルまでの状態を指します。SCP-73JP-C はとにかくタンパク質を摂取して成長を続けます。SCP-73JP-C の捕食対象となるのは他の生物だけではなく、SCP-73JP の死骸なども含まれます。多くの場合、自分より体格の劣る SCP-73JP-C や SCP-73JP-B の個体を捕食します。
SCP-73JPD 期、成熟期、体長15センチメートル以上の、それ以上成長することのない状態を指します。SCP-73JPD の甲殻は分厚く、基本的に SCP-73JPA から C までの個体から襲われることはありません。しかしそれでも彼らの食欲は収まることを知らず、タンパク源を常に求めています。そのため、タンパク源の不足する状況では自身より体格や体力の劣る個体を積極的に襲います。ある一定量のタンパク質を摂取した SCP-73JPD の個体は体内で SCP-73JPA を発生させ、増殖します。しかし、多くの場合 SCP-73JPB によって産卵直後の産卵穴から体内に侵入され、捕食されます。ただし、SCP-73JPD の個体が十分な量のタンパク質を食事している場合、SCP-73JPB は親と同じタンパク源を摂取するため、その個体は二度目の産卵が可能となります。以上のサイクルを経ながら、SCP-73JP は発見された池で共食いを繰り返しつつ生存していました。池の中に侵入した生物は、即座に SCP-73JP の餌食となるため、カッパ沼などと称されていましたが、19歳の小学生行方不明事件を契機に財団の目に留まりました。当初、SCP-73JP の特異性が地理的、あるいは水質によるものと推測されていたため、SCP-73JP の生息する池を中心にサイト8173が建造されましたが、200歳に水質や地理に問題がないことが確認されました。そのため200歳、月をもって、SCP-73JP はユークリッドから政府へと格下げされました。また、SCP-73JP の個体は熱に弱いため、SCP-73JP 収容水槽の周囲に設置されたマイクロウェーブ発生装置位置によって収了可能です。SCP-73JP の個体数が増えすぎた場合は、最低限必要なサンプルを回収してから収了装置を起動して、適宜間引いてください。ただし、SCP-73JP の生命維持に必要なエネルギーの驚異的なまでの低さについては未解明のため、可能な限り SCP-73JP 全個体の終了は避けてください。実験記録73、日付19。対象 SCP-73JP の個体1体。実施方法回収した SCP-73JPD1 と同じ重量のかまぼこを与える。結果 SCP-73JPD1 がかまぼこに食らいつくと同時に産卵。孵化した SCP-73JPB1 は親とかまぼこに食らいつき、共食いを繰り返しながら成長。かまぼこの投入から4分後、最終的に2体の、SCP-73JPD に収束して安定した。分析最後に残った2体は睨み合いをしていた。多分どちらかが弱ったら、また共食いを始めるのだろう。博士。実験記録73、日付19。対象 SCP-73JPD の個体2体。実施方法、健康な状態の SCP-73JPD1 と、ハサミを損壊して意図的に弱らせた SCP-73JPD2 を同一の水槽に投入した。結果、SCP-73JPD1 は SCP-73JPD2 に食らいつき、即座に産卵して自身の SCP-73JPB1 に捕食された。孵化した SCP-73JPB1 は SCP-73JPD1 と、ハサミを破壊された SCP-73JPD2 を捕食しながら成長。共食いを繰り返し、実験開始から6分後に2体の SCP-73JPD となって安定した。分析。SCP-73JPD がおとなしい時は、次に誰が食われるかを待っているってわけだ。博士。実験記録73、日付19。対象 SCP-73JPD の個体3体1体。実施方法、
SCP-73-JPD-1 を観察用アクリル水槽に収納して放置し、毎日金属製の棒でつつくなどして生存状況を確認する。結果、20現在、SCP-73-JPD-1 は生存している。基本水槽内でじっとしており、金属製の棒での刺激に対しては毎回、ハサミで抵抗を試みるなどの反応があった。分析、過去の収容違反で SCP-73-JPD-2 と3を収容水槽に戻したが、問題はない。SCP-73-JPD-1 は何も食べなくても生きていけるようだ。博士。実験記録73、日付19。対象 SCP-73-JP 全体。実施方法 SCP-73-JP 収容水槽の表面を広範にて2週間封鎖。結果 SCP-73-JP 収容水槽全体の重量は、水の自然蒸発分以外減少なし、SCP-73-JP についても、特に問題なく共食いを継続している。分析やはりこのザリガニどもは、間抜けな誰かが池に落ちない容器をつける限り安全なのではないのか。クラスの降格を申請してみよう。博士。収容違反記録73。日付200。対象 SCP-73-JP 全体。収容違反状況、実験用に SCP-73-JPD を回収しようとしていた D クラス職員 D-73-JP-23 が収容水槽内に落下した。同時に作業をしていた D-73-JP-11 が彼を引き上げようとしたが、削除済み。2分後 D-73-JP-23 と D-73-JP-11 は終了した。結果、収容水槽から SCP-73-JP が溢れかねない事態となった。収束方法、編集済み。収容水槽に設置された収容装置を起動し、収容水槽内部の SCP-73-JP と D クラス職員、なお終了させた。収容水槽の清掃後、長期の断食実験用に回収していた SCP-73-JP D を戻して、収容状況を回復した。中、クラスはセーフのままだが、誰も SCP-73-JP 内に飛び込むことのないよう、特別収容プロトコルを改定しよう。博士。